になります。サガコレクションウルトラデラックス来ましたね。人間女編ということで新しいガチャがね登場したんですよ。この中で、ガチャ詳細をね見ていきますと、人間女、メカ、人間男、エスパーギャルということで4人いるんですけども、今回のね当たりはこの人間男じゃないかなと思うんですよね。というのがこれですね、アビリティ見るとまず反撃あると、オーバーハイテンションがあるとってことですね。で、何よりもこのグレートアドベンチャーですね、これがね父親が持ってる、そういうものですよね、技、これをね人形どこも持つということなんですよね。この人形男ちょっと欲しいなと正直思いましたね。複数回ね攻撃できるってなかなかないですからね。ということでやっていきたいと思います。人形女はねキャラ的に人気みたいですけど、今回人形男ちょっとね、引いていきたいと思うんですよね。引いていきたいとかね、ぜひ当たってほしいなと思うんですが、どうでしょうか。まずはねこんなところでしょうということですよね。もう一回いきましょう。来ないかな。人間男来ないでしょ。来ないな。もうだいぶね引いちゃったんでね、36万くらい。おっと、何これ。あ、ギャルや、エスパーギャル来たよ。ハイレグすごいな。おっと来た。アイシャ、このアイシャはちょっと赤っすよね。SS 立っちゃいましたけど、エスパーギャルでしたね。行きましょう。今までは、ね、人間男というところで、早く当たってくれないかなと思いますね。来ないね。SS がこれでも3つ、あると。お二人走ったけど、どう当たるかな、当たらないかな。来た。何これ、メカや。メカ当たりました。メカ来ましたね。まずメカ波動砲、レーザーブラスター、乱れ弓と、あと人間だな。人間の2人ですけど、男の方が自分は欲しいわけですよ。結構かかるね。最近のねこれ探しシリーズはですね、ちょっとくじ多くねえかっていうのが、思いますよね。バンバン出てきてるんですよね。それは運営も儲けたいんでしょうけど、ほんとね、なんとか今回、あかん、まだ当たらんな。人間男来たら即やめるぜ。ほんね、いや厳しい、厳しいね。コンか。
わもう20万切ってしまうぜ。これは来たんじゃねえか。おお、やったぜ。人形とやっと来ました。オッケー。ちょっと待ってよ。2回来たよ。オッケー。ありがとう。よし、あとはもうね、交換所でね、交換しようと思うんですよ。あと1回引かないと無理だ。あと1回だけ引きます。これね、あと1回引いてダメだったら人形女交換しようと思うんですけど、今回まあいいでしょ。いやー、今回ちょっと20万をなんとか耐え抜いたみたいな。1000しかたまらないんかこれ。あと2回か、マジで。2回やらないといけないんだ。くっそー、ないのそれは。もうこうなったら人間女は来いや。ダメだな。トロ20万切っちゃいました。おばさん人間男来たよ。あ、バーバーダジバーバー来た。これは、おっと、人間女来たわ。よっしゃ、今回は儲けたね。まあ、ということで、全部揃っちゃったということになりますね。私も連れて行ってよ。まあ、もちろん交換するのはこの辺かな。やっぱり人形男かな。マックス変えよう。こっちの方が良かったんかな。として40漏れたんかな。まあいいわ。はい、ということでね、編成をここでしていくわけです。全員ね、パンチとかでしょ？なので、まずは人間男、どこ行ったかな？人間男、人間男。あ、これ銃か。でもダナーですよね。で、人間女、人間女はどこにいるかな。人間女ってどこにあったの。人間女ね。で、ここでカニワンに行こうと思うんですよ。あ、ダメだ。そしてここでさらに、こいつ最初ボイシステムね、これも入れようと思います。でもう一個で何しようかな。修理にしようかな。まあ、この辺りをね、ちょっとねレベル上げていきたいなと思うんですよね。フローヒールは何本？ 73 やな。最初防止システムは射撃90。まあこれにしようか。19やけどね。カニワンはミニフレは修復にしようか。七下あるけど、七下行こうか。シシトを投げようか。でこの辺は技持ってたかな。あ、猫の爪
コの使い方。そして男、人間男が火炎放射手榴弾、手榴弾でいいとこ。はい、まああれ、はい、まあということでね、これで、いきたいと思うんですよね。で、あとはスタイル限界突破で1やな、あ、結構おるね、1なんですかね。先生もなんかおるやん。まあ上げれるだけ上げるというところになりますね。でもテクニックもすごいなとか上げていかなあかんね。でも今回比較的早めに取れたんで、ちょっとね、ホッとしてますね。ゼミの減りが少なかったというところです。そしてあと人間女、一旦こっちは、これだね。遠征をちょっと入れてみましょうかね。遠征入れます。こっちやな、こっちの遠征に今日もまあ入れたいんですけどね。でここで、何本突っ込む、これ全部突っ込んでもいいねんけどな。40くらい突っ込むか、まあ50くらいいこうか。生ガネ全然見えへんかった、めっちゃ上がった気がするんだけど。あ、人形男がもうあかんくなったな。よし、これでこう入れ、こう入れてもいい、ここ。さっきちょっとやっていきたい。あ、この辺適当にやっていくわ。エスパーギャル。エスパーギャルはいいわ。あ、ごめん、ギャルね。オッケー、よし。で、これで、サイド、スタイル強化に入りたいと思いますね。まずは、やっぱり、人間オーナーですね。ちょっともらったので経験値を。ここで攻めていたと。よし。ここで歩いてね、収穫したのでオッケーで出撃していきたいと思います。新しくね、これみんなで集まれ。最後 大合戦、これがね出てきたんですよね。ちょっと入ってみたいと思います。あら、リュウン、シュリー、ボラージュ、オッケー。まあ、このステータス、こいつらをね上げていこうと。あ、アシュラ、出てくるんだ、マジで。よし、皆さん、ハニはハニの手で気に入ってるんです。非人間がね3人おる、2人おるというところですよ、ね、はい。まあこういうことでね、ちょっとだーっと先手変わりましたけど、これもね大きいですよね。佐賀大集合ね、大合戦。はい。ということでね、この5人で今回ね、行きたいと思います。